はい、じゃあさっきですね、はい、バートンのこのブーツの説明を聞いたんですけども、はい、ちょっとあの素人っぽい質問で恐縮なんですが、はい、ちょっといろいろ聞いてもいいでしょうか。はい、はい、あのまずですね、その柔らかいっていうのって、はい、そんなに重要なんですか。まあ、ある程度硬さがあった方が板を操作しやすいんじゃないのかなと思ったんですけど、はい、そうですね、はい、まあこれは完全に好みなんですけども、うん、やっぱりなんでしょうね、硬いと、まあ、車の運転によく例えるんですけど、はい、硬いっていうのは遊びがないハンドルだと思ってもらっていいです、うん、はいはい、要は、まあ、すぐ切ってすぐ反応するか、うん、それともちょっと遊びがあってグニューってなってから反応が出るか、はい、っていうような感じですね。なるほどなるほど、まあ、これはちょっと、まあ、サポートですね、フィット感はすごいあるんですけど、はい、アウターが革なんでこう一瞬グニューってなる感じはあります。うんうんうん、なるほどなるほど、はい、じゃあ本当にキュッキュッというかこうすぐに板に反応がこうなんだろうな、体重移動とか足首の動きが伝わるんじゃなくて、はいはい、そこにこうゆったりさっていうか、そうですね、なるほどなるほど、まあ、ちょっと遊びがある感じです。うーん、なるほどね。で、柔らかいところの利点っていうのは、なんでしょうね、こうより自由度が高い。おー、はい、要はそのちょっと遊びがあるなっていう感じで、あの滑りの動きも柔らかい動きをしてるなっていうのも見てね、はい、分かると思いますし、はい、うん、そこまでそのあのレスポンス、うん、反応の良さを求めない人とか、うん、ちょっと遊びがある方がいいっていう人向けですね。うん、なるほどなるほど、まあ、実際これ滑られて滑普段から滑っておられる方はやっぱ感じるところなんですね。そうですね、見て あの人柔らかい滑りしてるなとか、うん、あまり個人的に硬い滑り好きじゃないので、おやっぱりこう流れるように、はい、あのスムーズな動きがいいと思うんで。なるほどなるほど、わ、はい、かりました。もう一つ聞いていいですか。はい、あの普段結構硬めのブーツというか、はい、すぐ反応が出やすいブーツ、はい、からいきなりこっちに変えてもまあ、滑りにくくなったりするわけじゃないですか。そうですね、うん、まあ、その辺は好み、完全に好みなんで、うん、あのやっぱり滑る場所とか、あとはどういう滑りをしたいかっていうことによって、うん、使い分けてチョイスしてもらえれば、うん、なるほどなるほど、はい、なので、まあ、圧接硬いところを滑るような人は、はい、ある程度硬いブーツの方がいいと思いますし、なるほど、あの僕みたいにこうパウダーが好きで、うん、柔らかいところを滑る人はそんなに硬いブーツ必要ないんで、柔らかくこう柔らかいものを滑っていく。なるほどなるほどなるほど、感じですね。ああ、でもそれは確かに参考になりますね。どういう路面を滑りたいのかによって、まあ、適しているブーツも変わってくるわけですね。そうですね、まあ、もし例えばそういう疑問、今私こういうところで滑ってるんだけど、はい、そのブーツ使えますかみたいな問い合わせに対してもこうご返答とかいただけますかね。もちろんあのアドバイスはできますね。あ、わかりました。はい、じゃあそういった方はまあ気軽に電話してくださいとか、そうですね、って感じですかね。電話でもメールでも、はい、何でも答えますね。はい、わ、はい、かりました、はい、ありがとうございます。じゃあまたよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。